ごといパーツピースバラマイクよ始まりました。今日はですね、3月9日火曜日です。おはようございます。今日もですね、ちょっとね、ナンバーセブンの焼酎ですね、もうないですね。これちょっとヤッホーサワーっていうね、ラムネ味のやつをですね、たしなみながら、今日はですね、どんな話しようかなと思って、まあ本当ノー台本でやるんだけど、これあれ鶴が買ってくれたやつなんだけど、ちょっとうまいんだよ。くせえ、チーズくせえ、ズーチー臭くて、これ本当だけどね、ハマるね、病みつきになっちゃうね。これ10回に分けてぐらい食ってるけど、今日全部いっちゃおうかなって。これうまいね。今日はね、どんな話しようかなと思って、それで今まで動画を340分ぐらいかぶちかましてるんだけど、まあその中でもやっぱ1000回超えたとかいうのが何本かあって、それをちょっとね振り返ってた時に、あのいつもさ、その面白いことを言いたいなとか思う後藤一発がいたり、ちょっとなんか経営者目線いきがりスタイルで目立ちたい後藤一発がいたりで、今まで毎日起きていることを楽しく話せたらいいなみたいな回もあったり、なんか後藤二発って弟が出たりとか、まあいろいろやってきたんだけど、その中でもやっぱりみんながオッケーみたいな、いいねみたいなやつをやっぱ作っていかないといけないのかなとか思ってて、で俺がこれ面白いでしょとか思ってやってることって、実は寒くてなんかあんまり伝わってないなみたいな、まあそういう時はね、まあたくさんあって、まあじゃあみんなは何が欲しいんだろうみたいなのを考えた時に、超生きがった経営者目線スタイルが案外欲しがるやつが多いんじゃないかなとか思って、今日はなんだろうな、俺が思ってきたこととか、いやこれからの展望じゃないけどみたいのを、その生きがった経営者スタイルでやれたらどうかなっていうのをちょっと思ってて、でそんな感じで今日は生きがった経営者スタイルでちょっと話をしていこうかな。生きがって系でいこうかな。そもそもみんなは俺の顔好きみたいな、これ生きがってるな。まあだけど、まあしょうがないよね、本当に顔に関しては。だから何なんだろうね、顔ってむずいよな。まあイケてるやつは本当にお得だよな、マジで親に感謝しろよお前ら、本当に。本当俺顔で落としたとかないよね、ないよな。なんだろうこの顔みたいな、みんな思ってんだろうな。まあそうだね、まあ経営者でまあ大事になってくるのってまずプライドだと思うんですよね。経営者に必要なその1、プライドを捨てる。ああこれいい、まあこれありがちだよね。だけどプライドを捨てた方が世の中案外人と話してても面白がってもらいやすい。それは経験上の話なんだけど、なんかさ、その卒業した学校とか大学とかでランクつけちゃうような人と、いても意味ないと思うんだよね。僕は法政の法学部いましたとかいきなりスタートから来ちゃうやつとか、別にそいつと一緒にいても意味ないと思うんだよね。可能性をバラしちゃってるっていうか、俺これからもっとぶっ放すっていうところが見えないというか、もうその先制攻撃でかましてるその大学名がすごい大学で頭いいんだけど、だけどそこ止まり。だからそういう
スーパーサイヤ人になれないやつみたいのは付き合わない方がいいんだよ。でそういうやつに何か言われた時にムカってきちゃう、あムカつくみたいな、あ切れたみたいななっちゃうのがあのプライド高いやつだと思うんだよね。だけど俺そういうことをなんか大学どこどこですとか言われても別になんかプライドないから捨てちゃってるから、あそうなんですか天才じゃないですかで終わりなんだよ。だからそこでムカッとしてるようじゃまだまだ甘いっていう、うん、それで一番最初にその後藤一発370回前に行ってる一発目3000回ぐらい回ってると思うんだけど、その時でも言ってんだけど俺の動画を見るときは紙とペンを目の前に置いといた方が強くなると思う。見てる動画でその3000とか回ってる、その3000回ってる中でペンと紙を持ってるやつっていうのはいないと思うんだよね。それでまあ価値ある情報かわかんないんだけど、見たときにその3000人って同じことしてたらやっぱり意味ないっていうか、まあ底止まりなわけじゃん。じゃなくてそのやっぱ人間マジで忘れんの本当に。俺もさっき聞いた動画とかも忘れちゃうぐらい、誰か面白い人の聞いてたら、あいいこと言ってんなこの人とか言ってもあれとか言って今もう覚えてないすでに、うん、だから本当にいいなと思ったらそれを紙とペンに書くっていうね、うん、それをね習慣づけてほしいですよね、うん、まあちょっとワンランク上行こうぜみたいな、うん、思ってる人はねそう思ってほしいんでね。だから自分のことをそのプライドの話で言うと、まず自分ってやつはカス、これマジで大事なの、カスマインド、ここにはカスマインドしかないみたいな、自分はカスですって思うことがまず一番最初大事になってくる。プライド持っててなんかねよく言ったことはないんだよね、うん、プライドを突き通しまくって俺はいい結果を収めたみたいなね事例がないんですよ僕に。だからプライドは捨てた方がいい。で俺はなんでこんな調子こいてるかっていうと、一応このチャンネルを登録してる人は俺のことが好き前提でまず話してます、うん、なんでその好き前提ラブコールもらっちゃってる人たちには俺も本気で答えたい、うん、だから俺はこのチャンネルでは本当にみんなに成功してない俺が言うのもなんだけど、だけど変なミスで事故ってほしくないっていう、うん、結局多分俺が言うことって多分本当セミナーとかで言うことと一緒かもしんないんだよね。だけどそれだったら金払ってセミナー行くより金払わないで YouTube で俺見てた方が俺はいいんじゃねえかなって思うから俺はねやってんだけどね、うん、だからとりあえず俺が思ってることを実践すれば俺以上にはいけると俺は確信してるから、みんなにやってほしい。そうで紙とペン持ってほしい。そしてまあさ飲食店の話になっちゃうんだけど、飲食店やるときには何が必要かっていう、うん、で1プライドを捨てる、うん、2生きがりまくる、うん、この2だからプライド捨てるとか言っときながら生きがりまくる来ちゃうっていうところがむずいんですけどってなっちゃうかもしれないね。だけどそこはプライドじゃなくて自分の中で絶対的に決めたことを貫くっていう、プライドとはちょっと違うんだよね、うん、で俺がこの町平井に来て8年前とかにまず最初にやったのが、まあ、居酒屋だから焼酎決めなきゃいけないんで、焼酎メインとなる、うん、でその当時で言ったらもう神露と狂月、まあ、どっちがどっちだか分かんないみたいな、味なんか分かんないよみたいな、だけどその2つをどっちか置いとけば商売はなんつうのスタート切れるよねみたいな、まあもう絶対的エースみたいな感じでいたんだよ神露と狂月が。だけど俺が始めたのはいきなり
行きがりまくっちゃうから、行きがりまくるから、まず金宮っていうめちゃめちゃうまい、約 1.5 倍ぐらいかな、京月とかジローの約 1.5 倍の値段するのね、仕入れが。でそれを俺は初っ端から行きがってたんだけど、それで何が良かったかっていうと、その町の人の声をダイレクトに聞けた。高いよみたいな、もう超言われたけど、何みたいな、この町でこの値段やっていけないよとか言って出たみたいな。あ、マジでそういうやつ超多くて。だけどなんかね、京月と神露が、俺酒が弱いっていうのもあって、あれ飲むと次の日やられるっていう、次の日までダメージ持ってくる超悪いやつっていうイメージがあったから、俺はそれ嫌で。だけど金宮っていうのを、店始める前から飲んでたんだけど、なんだこれはと、水じゃねえかと思って、全然その焼酎の苦味がなくて超いいじゃねえかみたいな、けど酔えるんですけどみたいな。で次の日の約束してくれるし、ほんといいなっていうのを俺一回使ったの、行きがったの。その時に、まあ、バーとか言われたんだけど、でやっぱ 1.5 倍ぐらい高いから、他のその狂月とかより。だけどすげえ言われたんだよ、絶対あんたの店無理とか超言われたんだけど、そこはプライドじゃなくて行きがりまくった結果、今どうですかみたいな。平井の居酒屋で金宮置いてないところの方が少ない、うん、でボトルはみんな狂月とか神露じゃない、うん、みんなどこの店も、平井の店どこの店も金宮なんですよ、うん、ビビるぐらい。だから一発目に俺やったんですよね、平井で金宮を持ってきたんだけど、やっぱ一発目にやることはでかいよね、うん、結局すげえさ、それさ挑戦みたいな感じなんだけど、だから挑戦するとやめなよっていう否定派がいるんだよね、否定派、生きがったりすると。だけどそいつの言うことを全てフルシカとしたの、結果今があるみたいな感じで。俺はだって平井の店で金宮置いてない店ないみたいな感じになったっていうのは、まあ良かったのかなみたいな。自分をプライドじゃなく生きがりまくった結果、みんながそういう風に来てくれた。だから本当にその自分がこれ間違いないと思ったら、とりあえず生きがりまくってちゃんとやった方がいい、うん、でそれを安売りする必要はなくて、それは高いの当たり前だよ、だって明日に来ないもんとかさ、自分の実体験でも話してやれるようなストーリーとかがあればみんな信じてくれるんだよね、結局。だからやっぱり最初にやったやつは強いし、否定するやつの言うことを聞かないで生きがりまくってるやつは強いよっていう、間違いないな本当に。ここはみんな絶対初めてやる店とか言ったらさ、これからやろうと思ってるんですって言ったらさ、まあ常連ぶったやつとかがさ、いきなり言ってくんだよ、なんかいろいろ、私はどこどこいろいろな店行ってる、この街で知らない店はないとかさ、の私が言うんだから間違いないって言うんだけど、それ全てフルシカトでお願いします。その人はさ、結局最終的に助けてくれないんですよ、その町のなんか居酒屋全部行ったかもしれないけど、そうやって否定するってことはうちの店を応援しようとはしてないんですよね、ここ超重要で、応援してくれるやつっていうのは否定しないで応援してくれるんですよ、間違いなく。あんたがやってることかっこいいから私応援しちゃう、毎日来ちゃう、これすごいじゃないですか。これ応援するって言ってんのに否定するやつってのはありえないの、私ここ好きだから、あなたのこと好きだから
だけど言わせてもらう、金宮は高いとか、うんみたいな、応援してねえなこいつみたいな、うん、私は好きだけど頭に置いたことにより、みんなはちょっと騙されちゃうやつが多いと思うんだよね。若いやつなんて余裕で騙される、うん、だけどそういうやつの言うことは古しかとで、うん、助けてくれるやつは勝手に助けてくれる、うん、これマジで自動システムだから、本当に自動的っていうのは、好きなやつは本当に来てくれるんだよ、黙ってじゃないけど、うん、店に何度も足を運んでくれるやつだけど、そういう否定するやつ、多分これあるあるで、居酒屋さんやってる人も見てるんだよ、これ思うと思うんだよね、あの人文句ばっかり言うけど金使ってくんねみたいな人がいるんだよ。だけどそういうやつって結局最後助けてくれないから、だからそういうやつのことはしかとした方がいい。むしろ毎日来てくれる人たちがもっと好きになってもらえるような形作りを毎日考えた方がいい、うん、だから否定するやつのことを考えちゃいけないんだよ。否定するなんか悩みみたいなこと言ってくるようなやつ、絶対焼酎にしなさいとか言ってくるやつ、うん、の意見は聞いちゃダメだ、うん、そんなのを聞くんじゃなくて、いつも来てくれる人たちとどんどん話を進めるとか、その否定的なやつって、でもだってとかどうしてみたいな、なんとかだからじゃんとか、あそこはそうだよとか、この町に合ってないとか、なんかね否定的なやつで、元気いいやつってあんまいないんだよ。元気いいっていうか、プラスのパワーみたいのをくれるやつって案外いないんだよ、うん、やっぱりそういうやつとじゃあ一緒にいたらどうなるかって言ったら潰れちゃうよね、うん、やったことない店、やったことないやつの意見を鵜呑みにしてたら潰れちゃうよね。で、まあ、そうやってあんたそんなことやんないと潰れちゃうよって言ったやつと、じゃあ俺が365日毎日怠慢で喧嘩してたとするじゃん。そしたら俺が1年店続けたとしたら、はっきし言って365勝0敗みたいな感じだからね、うん、毎日赤字を作らずにやってきた、積み上げてきた、1年やった2年やったってバーってやってる、これ全勝だからね、うん、だからやっぱり俺全勝してるんですよ。そう言って反対意見言ったやつからすると俺全勝の、今までもう8年間とか負けてないの全然。だからそういうやつが言ってる、うん、俺は飲食店やるやつ応援したいし、例えば平井でやりたいとかね、一発の近くでやりたいとか亀戸でやりたいとかいうやつはめちゃめちゃ応援する、うん、楽しいしね、その町が絶対に盛り上がった方がいいっていう、絶対に盛り上がってお客さんがいっぱい他の町から来るみたいなシステム作った方が絶対楽しいから。だから平井にはあと100店舗ぐらい、もう空いてる物件全部飲食店で埋めるぐらい、そんなんだったら本当なんか平井の人たちってなんかすごい優しいっていうかさ、なんか俺たちの町なんか誰もいねえよみたいな言ってんだけどさ、その今空いてるところ全部飲食店になったら、なんかそれで飲食店の街みたいになったらさ、絶対他の街から遊びに来てくれる人が増えるよ。そしたらなんか総武線でも平井っていうの飛ばされてんだよねとか、そういう意見なくなるから、だから若手たちに、うん、自分よりも若いやつらにはめちゃめちゃかっ飛ばしてほしいなっていう、うん、で人の意見なんて全然しかとしていいんじゃないみたいな、とりあえずプライド捨てて生きがりまくるっていう、で新しいことをどんどん挑戦していくっていうね。だから亀戸ではこれからね餃子売ろうかなと思ってて、うちの実家の鶴屋の餃子っていうのがあるんだけど、まあヤッホー、ヤッホーじゃなくてパンパンでは出してるんだけど、そこにさ来たお客さんで
俺よとか言って、40年お前亀戸餃子はお前食ってんだとか言って、だけどここの餃子あそこよりうめえとかいきなり言い出して、40年も通ってる餃子屋超えたみたいなそういう俺の中で激アツなのがもらっちゃうと、俺プライドもないというか、あのすぐ信じちゃうから人の言うこと。マジっすか、俺行っちゃっていいっすかみたいな、亀戸で餃子やっちゃっていいっすかとかなっちゃう。いきなりモードがペインとかなっちゃう。だからみんなね、俺が餃子やるよとか言って亀戸でやるからとか言ってやめなよみたいな、亀戸餃子あるでしょとかって。その他にもそうだね、秘密基地だとか、あとヤッホーの裏にもあるよねとかね、何個かあるんだよね。だけどその中で終わらせていいのって思っちゃう。だから今の亀戸の餃子シーンだけで言ったら多分蒲田に負けてるんだよね。あと赤羽とかもやばいんだっけ餃子。だから宇都宮とか、まあ浜松とかあるんだけど、だ例えば俺が亀戸をもっと餃子で逃げ回すことができたら、もっともっと亀戸に餃子を食べる、亀戸って餃子の街だよねとかしたら、もっともっと面白くなるんじゃないかなとか思って。で一応俺はその40年やってるところよりもうまいって言ってくれた人が一人いましたとか、まあキャッチコピー書いてでもいいけどやってみようかなみたいな。で確かにその明らかにその餃子を食べに来てる人は多いのね亀戸って。だからそこで鶴屋の餃子やるのはすごい人気店の横でやるとかっていうのはなかなかいい戦略の一つなんじゃないかなとか思ってて、日高屋とかっつうのはやっぱマックとかめちゃめちゃ有名な、まあスタバがあったらそりゃいいよねみたいな、人がとにかく集まるようなところに出していくとかさ、そういう戦法とかも取ってるし、そういうのもねなかなかありだと思ってるのね。だからあえてやべえって言われてるところに行くみたいな。だからここでもやっぱ重要になってくるのが、亀戸餃子なんだからやめなよっていうやつをしかとするっていう、これもマジなんですよ本当に。で自分がやべえなと思ったことには生きがりまくってぶっ込みまくると。だってやんないでしょ。だってね、日本でもさ餃子っつったら亀戸っていう人がいたとして、その中で亀戸餃子ってもうめっちゃ有名な、もう何代目みたいなところの横で餃子やりますとか言って危ないでしょマジだけど俺はそういうところにチャンスっていうかさ、まあ成功っていうかさ、まあ宝物は眠ってるのかなって思うんだよね本当に。そこさ攻めなきゃ分かんないじゃんって思わない？いやなんか人それぞれだから感じるところなんてマジで、耳の裏のやつもいるし、背中ってやつもいるしさ、もしかしたら足の親指と横の指の間を舐められるとかあると思うんだよね。だから人それぞれだから、まあ、だけど本当に試していかないと、分かんないでしょ、でみんなに100点のものを提供するっていうのはまあまあむずいっていうのは、まあ飲食でも何でもあると思う、服屋でも何でもアパレルでも、100人がマジかっけマジうめっていうのはむずいですよやっぱ否定マンもいるしさ、否定くんねとかマウントくんとかだけど、やっぱねそういうやつのためにやってるんじゃないからね、だけどその 100% は無理だけど 99% に近づけられるっていうかに向かって商品を開発していくっていうのはめっちゃありでしょうみたいな、思うんだよな。だからそういった感じでさ、みんなもどん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 挑戦していった方がいいと思うんだよね。挑戦していくとき下向いたまま挑戦するやつってあんまりいなくて、そんなやつは大体潰れるんだけど、やっぱこうやって上向いてさガーっていくやつっていうのはやっぱ勢いがあるじゃん。だからそういうやつにはどん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 挑戦していってほしい。挑戦しないででもだってって言ってるやつはあんま上向いてないよね、こうなってる。でこういうやつとは俺はあんまり付き合うのをやめようかなと思ってて、まあ今全然付き合ってないんだけど、もうほんと上向いて志高めでーすみたいな、そういうやつとばっか今付き合ってるから、まあ自分もこんな感じで毎日できてんのかなっていう、なんでこれからもうみんなの店とかもね、時短とかもあったらぶち上げていくの間違いないんで、
まあ、どん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 コラボじゃないけど企画してなんか盛り上げたい店とかあったら行ってくださいよ。俺とりあえず4月の下旬20何日からかちょっと1週間沖縄の焼き鳥屋行くんですけど、それ以外まだ今空いてるんで、まあ、3月の下旬とかでも本当にいろんなところに行って勉強したいとかで、俺が思ってることを伝えられたらいいなみたいな。だからこれなんか画面越しとか無理だから、そこの店入ってその店の売り上げを叩くとか、そういうのとかどん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 挑戦していきたいんで、うん、今しかできないなとか思ってる。なんでまあ後藤一発欲しいところは行ってください。群馬にもね1月行ってたりいろいろあったから楽しかったし、なんでいろいろ後藤一発お呼びの方は呼んでください。すぐ行きます。後藤一発ピースマルマーク。